ちょっと懐かしいパネルがパッと目に入りましたので、ちょっとこちらの方から、ご紹介をいただきたいと思います。この辺りが一番ちょうど大きい頃ですかね。いろんな選手が使って、でこのイメージも確かに、このイメージだと強い印象あり、ね、うん、これはもう本当にアエロがトップのラケットとして、まあ、国内の販売数量でトップになったり、ちょっと背伸びしていただきながら、ちょっと次回もお楽しみにと。ということで、はい、新製品展示会でございます。ちょっと後ろが、ね、なんか周りにちらほら見えるものはあるかもしれませんけど、まあ、あえて言わせていただきましょう。今日は何の商品をご紹介いただけるんでしょうか。はい、お待たせいたしました。はい、本来でしたら、去年の夏ぐらいに発売になってるタイミングなんですね、今までだったと、うん、ですけど、まあ、皆さんも私たちも全てそうですけど、コロナの問題があって、いろいろ伸び伸びになったことが多いと思うんですけど、まあ、あえろまさかそれありまして、ただ、今まで22年あえろって例えばついたとしたら、21年だと。半年に前倒して発売してるんですね。で今回22年アエロなんですけど、本来だったら去年の夏ですけど、本当の今年の夏に出てくるという形で22年のアエロになります。あ、こちらでございます。お待たせいたしました。皆さん多分その重さとかバランスとかっていうのが変わると、ちょっとまあ使いにくいなとか違うラケットになっちゃうなっていうことが多いと思うんですけど、ご安心ください。重さは300g のモデル、285のモデルっていうのがまず8月9月に出てくるんですけれども、まあ、300g とチームですね、はい、こちらに関しては重さとかバランスとかっていうものの、まあ、変更は全くありません、はい、で今回まず一つ目はですね、一番大きなのはデザインですね。ガラッと雰囲気変わりましたよね。そうなんですよね。なんか前作が古臭く見えてしまうのはちょっと悲しいんですけど、でもなんかアエロのイメージってなんかこう塗装関係でいうとちょっとこうマットっぽいというか、はい、そうですね、イメージが結構イメージ勝手に印象が代々あったなってところから、今回はガラッとまずこの塗装面でクロスってなるんですよ、ね、はい、今回のテーマとしては、まあ、時代がだいぶ変わってきたと、まあ、この3人ってすごい活躍をしてるんですけど、20代なんですね。10代なんですね。でこの世代のことを Z 世代、うん、私たちは Y 世代なのか X 世代なのか分からないですけど、まあ、Z 世代っていうのは、まあ、いわゆるもう生まれた時からタブレットがあって検索ができると、僕らの国語辞典みたいな、こういうのでなんかこうやってやってましたけど、今の子たちもすぐ検索といえばすぐできる、まあ、そういう世代の子たち、まあ、新しい考え方、新しいイメージとか、いろんなデザインであったり、いろんなことに関して、まあ、新しい世代にちょっとフォーカスしましょうということ、当然のことながらプレイヤーも新しい世代、プレイヤーたちが新しいプレイスタイルですね、まあ、いわゆるライジングのスピンっていうのを、まあ5年10年前からやってるプレイヤーいますけど、さらに彼らはとてつもなく速い。速い。テンポも速ければボールも速いですもんね。だからティーの選手がバーンと出てきた時っていうのはタイミングよくうまいこと合わせてるけど、パワーもあるけど、どっちかというとフラットだったんですよ。そうですね。そこからスピンをっていうのはよりもっと速くなる。それをやっちゃうんですよね、この人たちはね。まあ、そういった新しい Z 世代、まあ、彼らもまさに Z 世代なんですけど、そういう人たちに向けた、まあ、機能とデザイン、まあ、こういったものを一新しようということで、もちろん今回は年内は 300g と 285g なので、まあ、この2つになるんですけれども、ストリングパターンを今回変えてます、はい、でこれはですね、300g と 285g でストリングパターンが少し違うんですね。本数は16、19という同じなんですけども、実際打ってみるとですね、16、19でこれだけピッチを変えるだけで打感が変わるのかというぐらい、優しいのとハードのと2つ分かれると。で 300g のモデルに関しては、できるだけフィーリングが残って、なおかつコントロールをしている感触、自分の感覚っていうのはすごく残りやすいタイプのストリングパターンを採用しています。で逆にチームはですね、やはりチームを望む方っていうのは重さはちょっと300では重った、で当然のことながらスイングスピードは満額すごいスピードで振れるわけじゃない、で体力もやはり時間が経つにつれて少し疲れてしまう、まあ、こういった可能性っていうのはすごくあるわけですね。まあ、そういった方々のためには、もう少し優しい方のストリングパターンということで、優しい方といいましても前作と同じパターンです。ああなるほど。逆に言うと前作の 300g が少しもう少し競技的にしたいな、競技的だったらなっていう声が多かったということで、
少し 300g のモデルを競技的なストリングパターンに変わったという形です。前作でね、いろいろお話をさせていただいた中で、過去ずっと歴代があるんですけども、やはり選手がすごく好んだ時代っていうのが特徴的な時期っていうのがあるんですね。実は選手が非常に多かった時代ってすごいですよね。この辺りは、こんなこと言うとあれですけど、普通に市販されてるものをどっかのお店で買ったプロの選手が普通に使って、おこれいいやってなっちゃうぐらい評価高かったんですね。よく最近皆さんプロストップだとかいろんな話があります。選手用のものはスペシャルに作られたものがありますよっていうのが、よくある話、それは車の世界でもプロが乗るものがちょっと違ってるのがあると思うんですけど、本当に素でいけちゃう時期すごく多かった時期なんですね。バボラとしてはどちらかというと、市販されてないモデルを選手に使わせたくない、逆に選手が使ってるけど市販はされないっていうメーカーさんも中にはあります。うちはどちらかというと、今まで売ってたものを選手が使ってて、古いものを今のデザインにっていうのはよくあるんです、そのまま売ってたものを使って、今回はそういう意味では選手の方々が一番評価が高かった過去最高のストリングパターンを採用してくる。今回厚みですとかバランスですとか重さですとかっていうのは変わってないです。で今回搭載されるのは NF2 テックという、素材があるんですけど、これはですね、あるところではある方はいろいろテストされてたので、くなるのがちょっと嫌なんですけど、はい、アマですね、なんかちょっと聞き覚えのある、麻の種類の一つ、でアマという、これフラックスというのを聞いてると多分見てる方は あれって思うんですけど、もともとフランスの北部っていうのは麻の産地なんですね。古くはですね、ピラミッドとかああいうミイラとかですね、ああいうのに包む生地として、高級生地として昔からアマフラックスっていうのがあったんですね。ただそれを今工業用に、SDGs だとか持続性素材であったりとかって言われてる時代ですけれども、天然成分由来の素材を入れるということでこのフラックスをやります。ただ後付けフラックスと違うのはですね、もともと設計なんかで何回も入れます、で何回も焼きます、いろんな場所につけてみます、で結果やって出てきますんで、そこはちょっと同じフラックスでも使い方が違う、アプローチの仕方も違うし、ステッカーも変わる、そうですね。で三軸地と、あとここのグリップのところですね、こちらに搭載されてます。でこちらは衝撃吸収だったり振動吸収も当然そうなんですけど、音ですね、音とか、感触というものに少し作用するメリットが出るという形でやってます。で当然古いモデルと新しいモデルをですね、同じガット同じテンションで打つと振動の吸収の収束の速さですね、これも素人の方でも多分こっち速いわって感じるようなところはあります。ただ音がやっぱりこのフラックスっていうのは結構残っていい音を出せるというのがもう一つの要素なので、ここがやっぱりプレイヤーにとっては快感になってくると。そうですね、結構打球音で結構いろいろな情報って出ますからね、なのでそういったところが今回大きく違ってます。これ以外にも300よりも、今日はちょっとご紹介まだ早いんでできないんですけど、なんか使ってる人がいるモデルの新しいものであったりとか、あとこっちのチームの兄弟分の紙タイプですね、このタイプも準備されておりますので、これは年内もうちょっと後にいろいろご紹介できたらなと、はい、もちろんですね、今回これを打っていただくというセッションもありますんで、ちょっと僕はバーバラさんのこのオンコートのインプレはなんかこう痛い思い出がたくさんあるんですけども、大丈夫ですよ、頑張りますよ